どうもこんにちは、もう間もなくなんですけども、田植えをやります。田植えをした直後からですね、稲と稲の間からですねたくさん草が生えてくるという、まあそれはもう待ったなしの状況になるんですけども、草がですね目で見えるようになる前に初期除草というのをやらないといけないんですね。で、これをやるかやらないかでその後の草の生え方が大きく変わってくるというので、いろんな人がいろんな方法で除草を試みているわけです。比較的多くの人がやっているのがチェーン除草というですね方法です。今年は、ちょっと初期除草に力を入れようと思いまして、今からそのチェーン除草の道具を作ってみようと。で、そのチェーン除草で検索してみるとですね、面白いやり方があったのでそれを、今日はご紹介してみようと思います。チェーン除草機を作るのにまず使うのがこれですね。これは雪の時に自動車のタイヤにつけるタイヤ用のチェーンです。2本ワンセットで売ってますので、これを使って除草機を作るという試みです。用意するものはまずこういう棒ですね。これは長さが約2メートルの棒です。そして、さっきのチェーンですね。これを2メートルに対して若干チェーンが長いのでここが重なる感じです。こういう形でこの棒にチェーンを取り付けて、作ってみようと思います。これがヒートンっていう、金具ですけども、これをまずこの棒にくっつけて、これの先にこういうリングを2つつけ、それをこのチェーンに結びつけていくという留め方です。これをまず固定します。まずはドリルで下穴を開けました。ここにヒートンをねじ込んでいきます。はい、ヒートンの取り付けが完了しました。こんな感じです。次はこのヒートンという金具に2連リングを取り付けて、この先にチェーンを取り付けるということです。やってみます。2連リングの取り付けが完了しました。こんな感じです。ちょっと見てみます。ちょっと手こずりましたけど、なんとかできました。チェーンをつないだものを持ち上げるとこんな感じです。で、こことここに紐を結びつけて引っ張るとこんな風に田んぼの土、泥のところをですねこれで引っかきながら歩けるっていうことですね。紐はこんな感じの、梱包用、荷造りとかですねトラックに荷物を縛り付ける用の
紅白ロープ、ちょっと派手ですけども、これを買ってきましたんでつけます。これでできた感じですかね。ちょっと引っ張ってみます。割と重量もあって、地面にきっちり密着しながら土を引っ張りそうなので、これでちょっと、田植え3日後か4日後ぐらいに、初期除草をやってみて試してみようと、今年の新たな試みです。ではまた。